皆さんこんにちは、ヘアメイクアップアーティストの永井香織です。今日はですね、私長くおこな大臣として活動させていただいておりますけれども、このおこな大臣の私から新発見がありまして、重大発表をさせていただきたいんです。なんとですね、スルスルおこなというのを発見いたしましたので、これね、めちゃトレンドの花になれるやつっていう風に思いまして、今日は皆さんにお教えしたいと思いやってまいりました。最後までご覧ください。お化粧崩れを防ぐためにも、そして心地よい快適な肌に、まあ持っていくためにも、おこなって超重要だし、頼りがいのあるアイテムですよね。永井流上質なおこなの見極め方というのをこれまでも提唱してきましたので、改めておさらいです。おこなの性質を見分けるには、おこな自体を指にとってスリスリと擦り合わせて、まずその、粉の潰れる音を聞きます。カサカサ、キシキシ、シャリシャリとかって言ってしまうもの、これらはちょっとサラサラしすぎて、私たちの乾燥しやすい大人肌には少し不安ですと申し上げてきました。あまり音がしないようなもの、しっとりと潰れていく感じがすると、音ってそんなしないんですね。なのであまり音がしないものが潤いに富む性質ですよとお伝えしてきました。すりつぶしていく中で、指を見た時にお粉が少しずつこう溶けて消えていく感じ、ずっとここに残ってるんじゃなくって、ふわーっとまるで消えていくような滑らかな溶け方をしていくもの、これらも潤いに富み、とても肌に滑らかとフィットするいいものだよというふうにお伝えしてきました。もっと長めにずっとさすっていると、光沢を放つような、そんな感じに指の表面が変化していくものがあります。これらは少しこう光沢があってですね、肌の潤い表現やちょっとこうツヤの表現、そんなことまでやってのけるお粉です。これもいいよねというふうにお伝えしてきました。よくしとしとという表現使ってきました。乾燥がとにかく怖いよなんていう方には、そのしとしとおすすめしてきましたし、これだけ暑いとね、結構サラサラ質感お好きっていう方いらっしゃるんですよね。軽やかで皮脂吸着に富んだ、そんなお粉サラサラ質感というのもございました。どちらもいい特性を持っています。まあその二軸でこれまでお粉の、表現してきましたけれども、この度スルスルというお粉表現を私発見してしまったのです。しとしととサラサラの中間に位置して、まるでその2つのいいとこ取りをしているような感覚のお粉のことを指すんです。でスルスルお粉って、つまりしとしとも感じるけどサラサラとも感じて、すごく不思議なので、これ見極めるの結構大事に、でもなかなか大変だったんだけれども、分かったのよね。サラサラという感じが残りながらも、きちんと粉自体の、保湿しっとり感も私ぐらいになると感じ取れるんですね。加えてずっとこのように、滑らせているとね、だんだんちょっとこうなんだか華やかな輝きみたいなものもほのかに感じられる。これまた最高にいいとこ取りでしょ。しっとりサラサラでいながら華やかである、これが前代未聞の、そしてトレンドとなるであろうスルスルお粉だということに私は気づきました。肌に塗布するとですね、実は私このね、今日スルスルお粉塗ってるんだけど、どう？なんかスリスリしたくなる肌って感じに仕上がってませんか？わかんないか？ねえ、離れてるからわかんない。このね、スリスリしたくなる肌に、仕上がるというのもこのスルスルお粉の特徴だと思うんです。表面はとっても心地よい、質感にありますが、肌の内側しっとり感もあるんですよ。このトレンドになるであろうスルスルお粉を今日私まとっています。アイテムはこちらなんです。エスプリークシルキーロングステイパウダーです。このエスプリークの新作お粉がまさにトレンドというふうにこのお粉大臣が感じましたスルスルお粉に、値しますので、早速つけていくところをお見せしたいと思います。ということでお肌を落としてきました。スルスルお粉をのせていくんですが、その前に BB をのせて進んでいきたいのね。エスプリークスピードフィニッシュセラム BB カバーの01番、この BB だったら美容液も乳液も下地もファンデも全部終えるよ。
こんな感じでラフ乗せしてもピチッと綺麗についていくから、忙しい時超便利だし、手だけでスイスイ伸ばせちゃう。まさにスピードフィニッシュ。私の朝はもう毎日スピードフィニッシュを求むよ。柔らかく伸ばしやすいテクスチャーなので、これうまく決まるね。この BB は全部で3タイプあります。私は今日カバーの01っていう少し明るめの色、そしてカバータイプをチョイスしたよ。今気になるところにちょっと指でトントンしてる。やっぱこういったものは備えておきたいですね。最後ちょっとだけプレスして、スキンケアの延長でラフに伸ばしただけでピチッとついたし、結構カバー力があるので大人肌も満足できると思う。ということで、ここからは未体験のスルスルお粉つけていっちゃうよ。今日は3色ある中の00番を使っていきたいと思います。本当に透明で綺麗なスルスルお粉なの。まずお粉大臣は口酸っぱく言わせていただいておりますのが、どうやって粉をここのお肌にまで届けるか、こちらからこちらへ、ここまでの、過程ですね。これちょっと細かく言わせていただきますよ。これ大事になってきます。こういう風に出てくるじゃん。そしたらこの点々のままバッスなんて言っちゃったらさ、ここに点々がついてしまうわけ で、それをなんかギギギって擦ってみたり、叩いてみたりということで、とんでもないことになったりしませんか？まだファンデーションにも少し湿度がある状態です。丁寧にまんべんなくこのパフにですね、お粉をまず含ませて、それを届けていかなきゃいけないので、ここ大事なのね。ということは、トントントンってしたら、ここね、しっかりもみーなでございます。きちんとまんべんなく肌に粉を届けるには、パフへの移しというのが重要になってきます。そして新品のパフだとなかなか粉が中に入りにくいね、1回ぐらいだとやっぱりこう粉含みっていうのが当然ながら難しいんですね。きちんと使い続けていく中で粉含みが良くなっていくので、回しながらもみーなもみーな何度か行って、パフの中にしっかりとまんべんなく粉を入れるのね。細かい作業よ。自分がちゃんと粉をね、上手に届けられるようなツールというものを自分で作んなきゃいけないから、何とか繰り返す中で均一に、中に入り込み、そして表面にもうっすらと乗っています。この状態で少し圧を加えながらパフから粉を吐き出して肌へと密着させていくんですよ。一番初めに置くところにやっぱりたっぷりついて、最後の方になればなるほど量が減っていくと思います。お粉をしっかり乗せたい場所というのは、やはり崩れたくないところではありませんか？T ゾーンだと思うんです。 T ゾーンは皮脂が出て崩れやすい、まずそこからきちんと乗せていきたいと思います。こんな感じでしっかりと少し圧力を加えながら、崩れやすいところに対してパフを折り曲げて丁寧にきちきちと乗せていきます。あ、目の下とかもうよれたくないからきちんとじゃん。あ、皆さん変顔するのは当然、これね、面白いからやってるわけじゃないですよ。しっかりとこの、毛穴とかたるんでるところを伸ばして、これでこの皮膚を伸ばして崩れやすいところに与えていくんです。そして頬とかね、そのあたりの乾燥しやすい部位は量が減ってきてからパフを少し押し込んで、パフの中からお粉を吐き出して肌へと塗布していきます。こうして湿っているところがないように、先ほどのフィニッシュ BB が顔を出しているところがないように全部蓋してください。こんなにきっちりと全体に、しかも結構何度も乗せて大丈夫なんですか？心配してるかもしれません。そこ大丈夫なんですね。なんといってもこの粉、エスプリーク史上最高の透明感を誇るお粉なんだって。のせれどのせれど透明なのね。なのでこれまではちょっとこう遠慮がちにお粉をやっていたなんていう方も、大胆に言っていただいて大丈夫だからね。てかむしろこのスルスルお粉はね、やっぱりしっかりのせた方がそのスルスルとした粉の良さ、
仕上がりはサラッと、そして内側にきちんとしっとりが残るから、結構つけちゃった方がこのスルスルお粉って私ね綺麗だと思うの。正直このスルスルお粉はどっか見ながらちょっとこうやってのんきにポンポコポンポコやっても平気なんですよ。こんな時代が来るなんて、私お粉大臣として相当皆さんにお粉の取り扱いに対しては注意深くいろいろなことを言ってまいりましたが、とうとうどっかをね見ながらほっつき歩きながらこの足をポン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 やっても綺麗なんてお粉が出てきてしまいました。進化がすごいっていうことだよ。パールが入っていないノンパールなのに輝くという珍しい粉体なんです。少しね最後ねさすってみてほしいの。こんなしてしっかりのせきった後に少し滑らせるように磨くように優しくだよ。さするとちょっと光沢っていうか輝き出してるのわかる？最初からさすってしまわずに置き切ってですね、湿り気を全部封じ込めてから優しくさすっていただくとほのかに輝き出すというお粉です。お首までぜひお使いください。こちら崩れにくさもございます。表情の動きとともにずっとフィットして崩れにくい、マスクなんかのこつれにも強いっていうのも嬉しいのね。カピカピしない心地いいなんて信じられないと思うんですけれども、これがやっぱり化粧品技術お粉の進化だと思います。ちゃんと粉に潤いがあってしっとりしているからこそ肌が心地よく動いてピキピキしない、しっかりのせても透明感が高く、なんとね透けツヤパウダーというのが配合されているため、透けさせつつこれだけのせても綺麗というところに至るんだそうです。このフェイスパウダー市場と言われるものは本当に近年ずっとこう急成長していると言われております。お粉自体に保湿性を求めながらもサラサラとした使用感が好きというのは結構トレンドで皆さんの、ね、ニーズとしてあるようなんですね。ですから今、お粉っていうのはそのあたりを結局叶えるようなものがこうやって出てきてるわけですよ。ファンデーションの仕上がりを保ちながらも粉でガラッと変化をさせたくないんだよね。なんかそのあたり の希望にも沿った素晴らしい透け感のあるパウダーだったというふうにも思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。こちらのエスプリークのお粉はドラッグストアなどで購入できる買いやすい価格帯のアイテムでしょう。素晴らしい内容だったと思いませんか。ぜひ未体験のスルスルお粉に皆さんにも出会ってほしくって、お粉大臣からの新発見として今日は急ぎお伝えしました。ということで今日の動画が良かったよと思ってくださった方はグッドボタンお願いします。コメントもお待ちしております。使ってみた感想を教えてください。そしてチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。それではバイバーイ。スルスルー。